皆さんこんにちは、桜山隼人です。今日はね、ワンがね、日本に上陸するということでね、ワンのね、10月、13日、東京両国国技館ね、昼夜の2大会に分けて、ワンが行われるということで、ね、ワンチャンピオンシップね、一部、でも朝8時半開始なんですけどね、二部は、17時開始ね、の、まあ、主なね、対戦カードの、ね、勝敗予想をしたいと思います。まずね、平田樹選手ね、まあ、平田樹選手と、石毛選手、石毛理香選手かね、石毛理香選手、うん、まあどういう、まあ、選手がね、石毛理香選手っていうのもね、あの、まあ、興味あるんですけどね、まあすごいルックスがすごくね、いいと、まあモデルなんかもやられてるということでね、日系タイ人のね、石毛理香選手でやるということで、まあ平田樹選手はね、まあね、私がいわばね、選出して育ったと、まあね、言っても過言ではない選手でね、まあもともとね、名門、まあ平田はね、春日柔道クラブで、柔道始めてね、強豪、増資学園ですか、で、高校総体に出場するなど、まあ、要するにインターハイに出場するなど活躍したと、ね、で卒業後に MMA を始めた、ね、で、あのおなじみね、格闘代理戦争で、優勝したと、ね、優勝して、ワンのチャンスを、ね、得たということで、ね、で、まあ、デビュー戦もね、6月の戦列一本勝ちデビューから4ヶ月空けてですけどね、今回2戦目なんですけど、前回もね、V1 アームロックでですね、決めたということでね、まあ、前回の相手がね、MMA1 勝1敗のアンジェリー、サバナル選手に1ラウンド2分59秒ね、V1 アームロックで決めて勝ったということでね、で、今回の対戦相手の石毛理香選手はね、4勝3敗ね、プロの MMA キャリアでは、まあ、平田を上回ると、五木を上回るということでね、日本人の血とタイ人の母を持つ日系タイ人の石毛理香選手ということで、ね、まあ、柔道家だった亡き父ね、お父さんは柔道家だったとね、うん、まあ、9歳から合気道テコンドー始め、幼少時ら、ハーフのためいじめあったってね、で、まあ、それをね、乗り越えるため強い心を持って、ブラジアン柔術青帯で、シャノン・ウィラチャイちょっと出会い MMA を始めてるということでね、まあ、まあ、これはまあもう、あの、石毛理香選手、もちろんね、いい選手だと思いますけれども、平田樹選手、乗り越えなきゃいけない壁ですね、これはね、完全にね、まあもう、これはもうね、1ラウンドで終わると思います、私の勝手なこれは予想ですね、なぜっていうのはないですけど、まあ、まあ、タイプでね、分かるんですよ、これ、あの、まあ、平田樹選手はね、まあ、柔道家であって、まあ、テイクダウンがめっちゃ強いんですよね。まあ、これはね、青木真也もそうなんですけれども、まあ、打撃の選手はなかなかね、テイクダウンされちゃうんですよ、どうしても。うん。だから、まあ、そうしたらやっぱり決めがね、強いじゃないですか、そのね、平田樹。ね。だから、まあ、これは1ラウンドで、これも終わるかなと。まあ、勝敗は、まあ、完全に平田樹が勝ちますね。うん、これはちょっと、まあ、正直あの実力差っていう言い方はちょっと変なんですけれども、まあ組あなんていうの、あのとお互いの特性の持ち味からの向き不向きがね、噛み合ってるっていうか、まあ樹からしたら噛み合ってるんだよね。だから石毛選手からしたら、まあ一切打撃をさせてもらえないからね、結局すごい噛み合わない試合になるんですよ。だからまあ五木からしたらもうね、すぐにもうテイクダウンして、なんかまた完成度を決めると、圧倒的なパワーで決めるという形になると思います、これはね。うん、まあでもね、面白い試合になるといいなと思ってますね。うん、石毛選手もね、本当ね、日系人なのでね、まあ、日本のチーム入ってますからね、まあその日本で試合するということで、すごくね、ね、気持ちとね、体と気持ちを整えてると
いうのはね、すごいひしひしとわかるんですけれどもね。まあ、今回はね、まあね、ね、平田樹に、ここは軍配が上がるというふうに私は思います。うん、それじゃあまた。